アルビノ、なにキモい。お疲れ様ですか、アグヤです。明けましておめでとうございます。2023年、今年もどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、新年一発目はクソゲーをやるっていうのが自分の中の謎のこだわりというか、決まりというか、なんというか、そういうあれがあるのでやっていきたいと思います。体育館の天井に挟まったマッチョを助けるゲームというわけで、レスキュー、やめて。おお、走るときにあれだね、揺れるね。マッチョどこにいる？マッチョいる。ボールもちゃんと挟まってる。マッチョどうやったらそこ挟まんだよ。この体育館って感じ懐かしい。もうこの年になったら体育館行かんからさ。あ、スペースであれなんだ、ズームなんだね。プルプルすんなよ。よし、投げていこうぜ。あ、持ってるボール。おー、あ、もうボールはすでに持ってた。ジャスティス、お前着地うま。どういう感情？だいぶマッチョだね。あと、お前ネイルしてない？あ、違うか、単純に白くなってるだけ。まあ、ええか。あ、これで弾を補充して投げれるってことね。オッケー。あいつマッチョなの？デブっぽく見えるけど。ほら、落ちろ。降りてこい。ほら、いつまで引っかかってんだ。授業始まるぞ。あいつ引っかかりやがった。ちょうど、よーし、ボール持とそうぜ。よーし、よし、多分あれがスペシャルボールになるものでしょう。ほら、押してこい。どういうストーリーがあってそこに挟まったかは知らないけど、押してきてください。やべ、球がね。スペシャルボール使おうぜ。よし、上を向いて右クリック。ほら。おお、爆発したでな。マッチョ大丈夫か？ほら。おお、いいね。ジャスティス。バカシュール。ね、この動画をやりながら、この動画というか、このゲームやりながら何をしたいかっていうと、新年の目標をちょっと話そうかなと。よー、ジャスティス、おー、かっこいいね、君。ね、目標まず1個としては、旅動画の本数を増やす。去年が1本だけだったんですよね。鬼怒川温泉のみ。それだけだったのは、ちょっとさすがに物足りないというか、自分が、もっと旅動画を増やしたいなっていう気持ちではあるので、まあね、まだ、情勢的に難しいっていうところもあるかもしれないですけど、来年はもっと増やしたいなというふうに思ってます。もう一個としては、ビールをもっと飲むっていうところですかね。今動画でね、紹介してると思うんですけど、もっとね、今本当に淡々とそのビールの感想を言ったりとか、あとは、そのビールの紹介しかしてないので、もっとなんか、そこに自分らしさを付け加えた動画を作れればいいなと思ってます。あそこ、めっちゃ引っかかってる。ほら、二人ともすごい。ほら。ここだろ。お前右手いいだろ、ちょうど。いやー、お前足でそんなバランス取らないでくれよ。で、あと今年の絶対の目標としては、龍が如くの極みをクリアするっていうところですね。ウェイ。絶対にクリアして、最後まで動画にするっていうところです。今まであんまりね、自分完結っていうのをしなかったんですよね。無理やり、よし、ここで終わりっつって完結させたりはしたんですけど、それでも、ゲームとしてはまだ全然クリアしてない状況で終わっちゃったりとか、ちょこちょこあったので、ちゃんと動画としてない、ちゃんとね、ゲームとしてクリアを動画にするっていうところを目標にしたいかなと思います。降りといでー。よーし。で、活動的、動画的な目標はそれくらいで、活動的には、コンスタントに動画を上げ続けるっていうところですかね。今までね、1ヶ月ぐらいサボっちゃう時期とかもあったんでね。そこら辺はちゃんと動画を上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あと、このゲームの終わりどころを見失いました。いつ終わればいいかな、このゲーム。20体落として終わろうぜ。よし。ほら。ほら。お前全然落ちてこないじゃん。お前、いつまでそこにいんだよ。降りてこいって。おい。マッチョ。お前、絶対。絶対にそこから落ちないっていう意思あるだろ。お前はもういいや。そこにずっと引っかかってる。思った以上に引っかかってる。なんか知らないうちにめっちゃ引っかかってる。どうしたお前ら。なんかこいつ白い。アルビノ。なにキモい。
なんで？君マッチョ、お前そんなとこにいたのか。探したんだぞお前。これさ、 YouTube に上げて大丈夫？音的に大丈夫かよ。ゲーム、おお、なになに、びっくりした、びっくりした。誰だよお前、なんでそんなとこにマッチーの、こっちにいないよね。びっくりした。しかもボールもなんかゲーミングカラー乗ってる。え、案外要素あるじゃんこのゲーム。めちゃめちゃいい曲。あばよ、マッチョども。あ、出れないんだ。終わろう。おお、マッチョここに飾られてる。はい、というわけで、このゲームは本当に自分が喋りたいこと喋るための背景として用意しただけなので終わろうと思います。今年もどうぞよろしくお願いしますという動画でございました。変わらず頑張って動画投稿を続けていきたいと思いますので、少しでも応援していただけると嬉しいです。今年もどうぞよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。